カレンさん、こんにちは。カネスヨートルみさん、白猫テニスやってますでしょうかまあ、毎週月曜日にね、まあ、グラマスがあったら火曜日になることもあるんですけど、まあ、新規開放とか再調整とか来るじゃないですか。で、今日16時にね、白手に開いてもですね、特に来おへんかったから、また明日かと思っていたんですけど、なんとですね、17時にキャラの再調整が来ました。しかも、ジャハルも調整来てるんですよね。え、ジャハルってさ、なんかその、何、勝率引っかかって情報修正しますみたいなこと言ってたっけちょっとごめん、覚えてないんやけど、とりあえずま、今日ですね、 あの、四体ね、強くなっておりますので、今日しろってのこテニスね、やろうかどうか悩んでいた方に関してはですね、やっていただけると、ま、あ結構いいんじゃないかなと思います。しかもね、いつもやったら、いつもやったらというか、今まで通りやったら、こうやってグラスグラスグラスハードハードハード、クレークレークレー,クレーみたいな感じで、ま、あ全部ね、同じコートで新規開放とか、再調整とか行われていたんですけど、今回に関してはクレーグラスハードと、まんべんなく強くなっていますんで、もしかしたらというか、ま、あ可能性結構あるんじゃないかなと思ってるんで ですけど一、まあ、週間後、7月31日はですね、白猫テレス7周年となっておりますので、久々に新キャラが出る可能性ありますよね。え、ここまだ書いてるから、このエンマのガチャがですね、まあ、あの、なんかずっと、みたいな感じになってるじゃないですか、6月号の、まあ、16時から、みたいな感じになっているんやけど、 こちらはですね、この米印のその後の新キャラ追加に関しては、まあ未定ではありますが、シーズン3の反応を見て、まあ検討いたしますということで、多分まあ、周年やし、みんなも新キャラ出してほしいって言ってることやし、あ、わからんで、わからんけど、言ってると思いますんで、まあ新キャラ出る可能性結構あるんじゃないかなと思います。このね、あの、ギアスキルチェンジ応援パックとかも4月31日の15時59分までっていう風にね、変更されましたねこれ前までね、カラーみたいな感じで多分なってたと思うんですけど、まあそれがこれになっている っていうことは、まあ、新しいパックがね、まあ、周年のパックが来る可能性多いにあると思いますんで、まあ、そこもちょっと楽しみなところではあるんですけど、まあ、今回強くなったキャラクターたちに関してはですね、私、今から学校となっておりますんで、まあ、多分ね、夜の、まあ、10時半ぐらいかな、最速1体目出せて、まあ、そんな感じになってますんで、まあ、もうしばらくお待ちいただけるといいんじゃないかなと、いいんじゃないかなというか、すいませんということで、朝、ま、日、あ、さんお会いしましょう。バイバイ。